こんにちは、沖縄カエル紹介の小原です。暑い、今ねウェットスーツを着ているので水の中に入っていない状態だとね、もうすごい暑くて、今車からねここまで来るまでの間にもうね汗びっしょりになっています。ね、沖縄のねお盆があってね、それに引き続き内地もお盆だったので、ちょっとね水に入るのをね待ってたんですけれども、お盆もね終わったのでね、今日はねまた川で例のねソニーのカメラをテストがてら潜ってみようと思っています。今日はね結構河川のね中流というのかな、まあ、下流というのかな、結構下の方に来ています。多分ね南洋坊主ハゼとかね、まあ運が良ければコンテリ坊主ハゼなんかもねいるんじゃないかと思っています。ということで早速行ってみましょう。ちょっとね曇ってくれた方がこのね明暗差がなくて撮りやすいんですけどね。私が履いてるブーツなんですが、もうね10年以上履いていたマリンブーツがね崩壊してきたので、最近に新しく買いました。これねワークマンで買ったね2000円ぐらいのブーツなんですが、まあね脱いだり履いたりもしやすいし、水抜けもいいしね、とっても使いやすいです。ちょっとね海で使えるかどうかっていうのはねちょっとわからないんですけれども、少なくともねちょっと川でね潜ったりするときにはこれで十分かなって感じです。岩の上でもね滑りにくいしね、なかなかいいですね。去年はねこの辺りにコンテリ坊主ハゼが少なくとも 2,3 匹はいたんだけど、ちょっと今日はね見当たらないですね。さっきね多分これはコンテリのメスだろうなっていうね答えはいたんですけれども、ちょっとねオスを今日は見つけてないです。